皆さんこんこにちは本日は死につくことなく己の体一つで剣に始まり絵を描き書を記し思想体系を打ち立てた史上まれに見る天才の長く 孤独な旅小説「宮本武蔵を読んで」というテーマでお話をさせていただきたいと思っております。今回はですね、まあ、名著中の名著と言っていい本となりますが、あ宮本武蔵という小説ですね、これを取り上げさせていただきたいと思っております。著者は言わずも知れたああの吉川英治ということになりますね。講、え、談、ー、者文庫で読ませていただきました。 これはですね朝日新聞に連載されて大人気となった小説ということになりますね、1935年の8月から1939年の7月まで連載していたということなんですね、えー、まあもちろん、ですね、えー、子供の頃から始まって、ですね、えー、佐々木小次郎との巌流島の決闘までを描いた長編ということになりますね。 宮本武蔵というのはそれまではね講談の主人公ということで取り上げられたということなんですけどねここにですね小説として、まあ、吉川あ英治なりのですねキャラクターをー挿入したということになりますね。生、まあ、真面目な書生肌の求道者、愚道者ということでですね、えー、一生懸命考えて真面目にですね、えー、追求するヒーローということに仕上げられた。 あ吉川の創作の部分もかなり多いんですけどね、えーまあ、そこで幼なじみの又八とかですね、えー、武蔵を慕うお通とかたくあんお書などがですね、えーまあ、魅力的な彩りで添えられておりまして武蔵の人間的な成長をですね主軸に置いて描かれていますねそして最後はライバルである佐々木小次郎の対決などというふうな話につながっていくということになりますね。 えまあ宮本武蔵という方はですね1892年に生まれ1962年に亡くなられたということなんですね、えー、横浜市出身ということのなわけですでもともとはさまざまな職員に就いた後お作家活動に入って、えー、鳴門市長などで、えー、人気作家とおなったということですね、まあ、大衆の代表的な作品ということで宮本武蔵はですね えーまあ、知られていることになりますけどねとにかくハワイ広い読者賞に親しまれて国民文学作家というふうに呼ばれたということなんですねそしてこのモデルのです、ね、宮本武蔵これもね、まあ、言うまでもないかもしれませんけどね、えーまあ、1584年に生まれ1645年に亡くなったというような感じでですね確定ではないんですけど、まあ、そんな感じになっております。 もともとは大名に仕えていた兵、ね、法、えーまあ、家であり芸術家でもあると、二、ま、刀、あ、を用いる二点、えー、一流兵法の開祖であるということで、すね吉岡一門とか佐々木小次郎との戦いが、まあ、有名であると、まあ、剣豪とか牽制と言われて、えー、おりますね。 えーまあ、その宮本が書いた本に、ねえーまあ、哲学書というかあ、まあ、試作書というか思想書というか、ねえー、五輪書というものがあってですね、えーまあ、文章をもをしたためるそして絵も、ねえー、描いたり彫刻とかあそういうもの木刀とか水墨画なども、ねえー、書いておりそれがまあ各地の美術館に残されているといったような、まあ、人物でございますね。 え本業に入る前にですね、えー、現在このチャンネル以外にですね、えー、本業のイラストとかギターの弾き語りのチャンネルをやっております、えー、また女性や猫のイラストを載せたツイッターアカウントなども運営しておりますもしご興味ございましたらあ説明欄のリンクからよろしくお願いいたします、えー、本日は「宮本武蔵吉川英治の小説」ということで、えー、こちらのご紹介をさせていただきたいと思っております まあ宮本武蔵と言いますと、ですね、県、まあの達人ということで、えー、知られておりますが、県の技術以外にもでさまざまな能力に恵まれていた人ということになりますね。県以外のところで言いますと、絵とかね、えー、彫刻とかそういうものが得意であったということが知られていますね。絵もレベルが高くて、ですね、えー、まあ美術の歴史に残る名作をおものにしているということで知られておりますね。そして うんあとは木工とかあそういうことですね木刀など工芸品なども作っておりそれが各地の美術館にも残されておるというような部分がございますねそれだけではなくてね、えーまあ、文章も書くということでね、まあ、五輪書というものも有名なものなんですけどこちらの方うもまあ思想とかね、えーまあ、その思想体系的なことを述べた書籍ということでこれもですね高い評価を得て、えーまあ、後世に残っていると。 というですね、まあ彼のね、えー、まだ考え方の特徴ということで言いますとですね、えー、まあ非常にですねこと、えー、巧みであったということなんですねしゃべるのが非常にうまい物語の表現がうまい絵ももちろんうまいんですけどそういうです、ねまあ、思考回路的なことで言いますと自分の体験をですね、まあ、抽象化して、まあ、法則を見つけ出していく能力と。 こういうものがですねなぜこれがこうなってああなってこうなったか結局世の中というのはこうであるみたいな、ねえー、ような具体的なものを抽象的に落とし込んでそれを概念的体系的思考体系まで、えー、こう磨き上げていくとそういう能力が非常に優れていたということなんですね。まあ世の中にね剣豪と言われている人は多いわけなんですけどおまあ 剣のの、ねえー、道をを極めて、えー、行ってっでですすねねその途中に様々なあ気づきを得るわけです、ね、剣というものはこういうものだとかあ上達というものはこういうものだというような、ねえー、ことをやっていくそして、えー、芸というのはねよく言われるのが一芸に通ずるものは多芸に通ずるということを言われますけどねだいたいこの一つのことを極めた人というのはですねその根本的な、ね、原理とか仕組みとかですねコツみたいなものに気づいて、えー、そして、まあ、他のことをやってもですね 早くく上達しやすすいいととうこがよく言われてますねですのでそういう特性を持ってですね人生そのものですねそれを分かる生きることは何かとかね生きていく意味は何かとかねうまく生きるためよく生きるためにはどうすればいいかというところまでどんどんその自分の思考とか考えをですね磨き,磨き上げていったということなんですね、まあ、皮肉なものでね最初は敵に打ち勝つため 人をねやっつけるため人を殺すためにね、えー、考えたあこの技ですね、その技術、自分の剣の技をですね徹底,的徹底的に追求していたその先にですね今度は生きるとは何かとかねうまく生きるためにはどうすればいいか、人とうまくやっていくためにはどうすればいいか。人 上手に活用するにはどうすればいいかというようなその道筋、書生というようなものをね、えー、考えるように至ったということなわけでね、ね、えー、これもなかなか面白い現象なんではないかと思うわけでございますね。とにかく、ですね、えー、宮本武蔵はですねまあ、人生の初期の頃若い頃はですねとにかく強くなりたい、人を切る、そして人に勝つ。 あくまで徹底的に強い一番強い人間になりたいというようなことをですねもう徹底して追求してきたわけですねしかしですねある程度それが達成するようになるとですねだんだんこう虚しくなってくるというふうになってくるわけですね剣のの腕というものがですね。 えーまあ、人から、ね、役に立つこともあるし、でも人を傷つけることもあると、まあ、いうようなあこの複雑な人生を歩んでいるうちに、やっぱりむなしくなったりね、わしくなるというような部分がどうしても沸き起こってしまうと、剣の名声とか強さとういう称賛というだけでは、ですねやっぱりこう満ち足りなくなってきてしまったということなんですね。 そして、さらにね、それでもこうどんどん進んでいくと、ですね、結局は、剣はね、えー、術としてですね、用いるのではなく、道ですよね、えー、生きる、要するに人生の指針ということでですね、考えていかなければいけない。そうなると、ですね、自分だけが強くなればいいというのではなく、自分自身に勝つということですね、自分自身に打ち勝つ、自分自身の人生に打ち勝っていく、そういう方向にですね、だんだん、こう、 家事を取るようになってきたというんですね。他人相手ではなく自分相手というような感じにだんだんなってきたというわけなんですね。まあ,あの宮本武蔵のライバルということで有名なのは佐々木小次郎ということになりますけどね。佐々木小次郎という人はですね、やっぱりね、えー、天才と言われていた非常にですね強い剣豪であったわけですね。えー、武蔵よりもむしろ佐々木小次郎の方が天才なんじゃないかなというようなね、えー、ふうに言われたほどのですね芸達者であって。 えー、そして、えー、佐々木小次郎自身もですねその技術至上主義者であったということなんですねとにかく強くなりたいとにかく上手くなりたいという気持ちが非常にこうやっぱり強い人だったとしかしですね、えー、今あ言いましたようにね、えー、宮本武蔵は自分がですね技術者であるということにね、えー、だんだん、ね、嫌になってきてですね、えー、技術者とか強さとかあそういうもので自分を見られることに対して嫌悪感を持つようになっていったというんですね そして、えー、だんだんですね自分はこう思想家になっていきたいというふうに思うわけでございますね。そして文、えー、をしたためですね、えーまあ、絵を描いてというような感じになって、えー、進んでいくわ,んわけなんですけどおそうすると今度はね、えーまあ 剣だけではなくねその文章とか考えとかですね、えー、自分の思想というものを世に広めたいというふうに思うようになってきたそうするとですねまあ軍略家ですよね戦略軍略家に、えー、ならなければならないと思うに至ったということなんですねこれはつまりまあ現代の言葉で言えばねマーケッターとかね、えー、まあそういうようなあ分類に、えー、なるわけなんでしょうけどだんだんですねえ剣、ー、とは違う道にこう進んでいったということなんですね しかしね、えー、武蔵はこの自分でね、語っているわけなんですけど、まあ、剣をね、えー、進む道、えー、人を切る道とかね、戦う道というのもですね、えー、結局は人を切る道ということになりますが、それもですね、えー、むしろ人を住みやすくする土木事業とかね、人を心を、ね、動かす、えー、文化事業というもの、人の世をまとめて導いていく、まあ、政治経済。 これらはですね、突き詰めればみんな同じじゃないかというふうにだんだん思うようになってきたんですね根本はみんな結局は同じだとそして、えー、どうせね同じなんだらば県の道で得たですね、えー、その自分の考えとか思考とかあそういうものを使ってですね、民衆を導く方向に、えー、動いていくことができないと。 というううに、ね、思うように思よなってそして、椎てはそれでまあ、国をですね立派にしていく国というかまあねあねのもっと広い視野でね多くの人を立派にしていくことの手助けをしようというふうに思うようになっていったというんですね。そして、まあ武蔵の、ね、トークで言葉でこういうものがあるわけですね。以下はちょっと引用ということになりますけどね。兵法、あの兵隊の兵に法則の方ですね。兵法とは行き着くところ。 不安を消すことである己の不安を消すことであると述べているわけですね。全体をよく見切って心に湧き起こる不安を殺せば立ちどころに強いやつになることができるというふうに言っているわけなんですね。 これなんかは、ね、表現が非常にこう的確で誰でも理解ができる言葉であるわけでございまして当時としてはこういうです、ね、表現の仕方、言い回し方考え方というのは、ね、非常にこの斬新な考えでありそれを斬新にこう文章にまとめた人ということが言えるということで、ね、論理性が高くシンプルで非常に優れた名文であるというふうに言われているということなんですね。 そして、この武蔵のね、名文によってしたためられたね、えー、この文章の中でですね、いろんなことを述べているわけなんですけど、しかしですね、えー、まあ、歴史家が見る分にはですね、こういう見方もあるわけですね。武蔵の兵法というのはですね、えー、人に教えることは非常に難しいことではないかということなんですね。なぜならば、その宮本武蔵の強さというのはですね、 えーまあ、基本的にはその理性とか計算とか合理性からはみ出したものであるということなんですね。まあ、どういうことかと言いますと、まあ、結局はですね、えー、自分の持って生まれたものですね。宮本自身,宮本自身が兼ね備えたあ先天的に兼ね備えた動物的な、ねえー、エネルギーとか、ね、気力とかそういうものを、ね、基礎に 彼だからこそできている部分というのがやはりあるんじゃないかなということは、ね、彼のようなその運動神経とか気力、体力、集中力そして頭の良さセンスそういうものはねやはりね1万人に1人と言っていいほどのですねま傑、あ、出した、まあ、個体でありそれがですね命がけで一生懸命できたからそういう境地に達するということでね誰もが再現性があったりですね真似すればできるというものではないんじゃないかと。 ということなんですねそして、えー、詰まるところ結局これはですね努力とか精進というよりはまあ遺伝として得たまあ天性のね、えーまあ、エネルギーとか天性のその集中力、うん、よくも悪くもねその偏りですよねちょっとこのアンバランスなほどの熱気集中力没頭力、うん、まあ一種一歩間違えると狂人と神人への異常なね、えー、そのおエネルギーというか。 あ血筋というかねそういうものによって決定されたあものであってですね、えー、誰もができるものではない宮本武蔵のある種のね、えー、独特のものであり彼自身の宿命なのではないかなということをですね、えー、言われているということなんですね。 まあですね、えー、若い頃からも死に物狂いでですもともと生まれた抜群の素質、才能、集中力そして体力、気力これらをね、えー、集中してその剣の技を磨くということに思いっきりこう集中して、えー、実際、ですね、切ったハットで、まあ、生きる死ぬのギリギリの世界で生きてそして、まあ、その技術をですね、磨きに磨いていったわけと。 ということになりますねそして、えー、まあたまたま兼ね備えていたこの文章力ですね、えー、素晴らしい表現力そしてその知性ですね、えー、抽象的なことをしっかり考えて、えー、そして思想体系までこう磨き上げていくことができるというクレバーさ頭の良さ賢さこれらを磨いてですねそして、えー、まあ文章として磨きを磨き かけて五輪書というものを出してですね世に残していったという人物になるわけですね。そしてもう絵も描くし、まあ、彫刻もするということでですねいろんなものを兼ね備えた抜群の、まあ、偉人ということが言えるわけですね。まあね多くの歴史学者はですね非常にこの宮本武蔵のことを、ね、高く評価しているということなんですね。 まあ,あ、これだけのでさまざまな能力を兼ね備えた人間がですね、やはりですね、えー たくさん世の中にいいるわけではないと、そして、えー、まあ宮本武蔵の特性というかさらにもう一つの特徴はですね、これらのことをですね、ほとんど独学を持ってやったということなんですね師匠とかついたり学校に、えー、行ったりとかですね、えー、本を読んで得たということがなくですね、自分で実際に体を動かしてそして、えー、相手と戦って、えー、技を練習してですね、磨き上げてでそこから体感したものをこの文章にしたためていったというです。 部分これもまたですね宮本武蔵のこの特徴の一つということが言えるんではないかということなんですね。しかしですね先ほど申しましたようにその宮本武蔵のこの思考の非常にこの究極の技というのもいかにね宮本武蔵が言葉を磨いて丁寧に解説したとしてもですね彼だからできるという部分そういうものがあるわけですね。 えー、誰でも真似できるものでもないし、誰でも到達できる境地ではないと、まあ、そういう部分にね、また矛盾があったりとか、あとは、みなとも武の特徴はですね、うんやっぱりこの一人、孤独であるということですね、えーまあ、それがですね、えーまあ、大きな特徴で、組織を持ってですね、えー、自分の流儀とかあ、学校を作るとか、弟子を作って、ですねそれを広めていくと、まあ、そういうことはあしていなかったようで、それがですね、うーん。 まあ、宮本武蔵のある種のね、えー、大天才ではあるけど、まあ、限界という部分もあるんじゃないかなというふうに思うわけですね。まあ、吉川英治のまあ、この小説ですね、えー、これはですね。やっぱりかなりのねフィクションがたくさん入っているという部分ですね、えー、特にまあの人物設定とかもそうですね。宮本自身はまあ別としてえー、幼なじみ。 であるね、えー、ところのお通という女性だとかあ、たくあんおしょうとかですね、いろいろと出てきますが、まあ、基本的なものを、その初期設定の基本的なもの、登場人物のね、えー、一番最初、冒頭にある部分ですね、この辺はもうかなりのこう創作が入っているという部分があるようですね。 あとはその戦いの部分とか秩序の部分とかもですねえまあ完全にもう今の世の中では間違いだと言われているようなものも結構あったりするということですねえそれもおまあ吉川自身もこう認めているというところがあってですね一概に今、かなりですねえまあフィクションというような感覚覚悟を持ってこ読まないとですねえいけないわけなんですけどでもまあ大衆小説としてはねえ大人気でえまあ歴史の本当に残る 新聞小説と言われているわけでございまして非常にこの面白い内容ということになっておりますね。